クリスチャン・オセイ、クリスチャン・オセイ、1646年、4月15日から1699年8月25日は、デンマークイコールノルウェーの王、在位、1670年から1699年。フレゼリク三世とブラウン・シュバイクイコールカレンベルク公、ゲオルクの娘・ゾフィア・マーリエの長子として、シュレースビヒ公国のフレンスブルクで誕生した。 1667年5月14日、ヘッセンイコールカッセル紅白ビルヘルム6世の娘、シャルロッテ・アマーリエとニューケビング、ナイコビングで結婚し、1670年2月9日に王位についた。イギリス上ンの王位応援は、弟、ハノーファー選定後堅イギリス王ジョージ1世は、母方の重帝にあたる。クリスチャン五世は勇敢で愛想良い人物であり、そのゆえに、 市民の信望を集めていたと一般に考えられている。しかしそのイメージは、スコーネ戦争において、スコーネ地方の奪還に失敗したことで傷、つられてしまった。この戦争はデンマークに何ももたらさなかったばかりでなく、その経済力に大きな悪影響を与えたのである。彼が市民の人気を集めた理由の一つには、デンマークの一般市民が、 国家機関で働くことを可能にしたこともあると考えられている。しかし、貴族層の力をそごうとする彼の試みには、不王の目指した絶対王政主義の継承という側面もあった。貴族の地位を持たない人々に政府の役職を解放するために、クリスチャン・オセイはカウント、伯爵とバロンの爵位を新しく設けた。このような経路で登用された一般市民には、 1670年に王によって、グリフフェンフェルト伯爵の称号を与えられ、1674年に高等顧問官となったペダーシューマッハーがいる。グリフフェンフェルトは、有能な政治家で、フランスと同盟関係にあるスウェーデンを攻撃することで、デンマークがどれほど危険な状態に自らを置くことになるかについて、王よりもよくわかっている。グリフフェンフェルトの予測した通り、 講和条件を決定したのはフランスであり、スコーネ戦争では1675年から1679年の対スウェーデンの海上戦で勝利したにもかかわらず、スカンディナビア半島の国境戦を変更するというデンマークの当初の願いを叶えることはできなかった。この戦争は政治的にも経済的にもデンマークにもたらすところはわずかであった。経済的打撃は大きく、 そして最も有能な助言者も、もはやクリスチャン五世の側にはいなかった。クリフフェンフェルトは1676年に敵対派の工作により、売国奴として失脚させられ、残りの生涯を、老中で過ごすこととなったのである。1679年のスコーネ戦争の、講和条約フォンテーヌブロー条約は、スウェーデンの同盟国フランスから押し付けられた、ものであった。デンマークは、 この戦争で、スウェーデン領土の一部を占領していたにもかかわらず、フランスの軍事的圧力に屈し、領土を返還せざるを得ず、不満が募った。同様に、フランスに主導権を握られてしまった、スウェーデンも、また、反フランス感情が高まった。戦後、両国は、こうした不満や、感情の下で政策を転換し、フォンテーヌ・ブロー条約に則っ,ったルンド条約を新たに、締結した。 この条約で、クリスチャン5世の妹、ウルリカ・エレオノーラが、スウェーデン・ウォーカール11世と結婚し、スウェーデンと同盟を結ぶこととなった。クリスチャン5世は1683年に、デンマーク発の法典デンスキー・ロブを発布した。1687年には同様のノースキー・ロブをノルウェーで発布している。また1688年には、 土地登記制度を導入し、税制の改革を図った。新生ローマ帝国で、ザクセンイコールラウエンブルク公領をめぐる紛争が、勃発。1693年に、ハンブルクで和議を締結。クリスチャン五世は、叔父のリューネブルク公、ゲオルクビルヘルムのザクセンイコールラウエンブルク公領の、領有を認めた。スウェーデンから一歩も出たことがなく、ドイツ語と、 スウェーデン語しか話さないために、外交施設が訪れた時に直接会話することができず、知性的ではないと見なされがちであったカール十一世とて、クリスチャン五世も教育がなく、古文官たちに依存していると、同時代史料では見なされていることが多い。王自身も、このような噂を打ち消す方策を何も取らなかった。その回想録には、資料、条項、戦争、開示が、 主な関心事であると記されている。1699年、領獣による事故の後遺症がもとで死去し、ロスキレ大聖堂に埋葬された。クリスチャン五世には、科学的知識や興味はなかったが、天文学者オーレ、レーマーの活躍により、その知性下にデンマークは科学の黄金時代を迎えた。クリスチャン五世には、王妃シャルロッテ・アマーリエとの間に8人、 愛人との間に5人の子供がいた。16歳の愛人ソフィーエ・アマーリエ・モート、1654年から1719年を公然と宮廷に引き入れ、自らの火を侮辱することもした。モートは、クリスチャン5世の家庭教師、ポール・モートの娘であったが、1677年12月31日には、彼女を白爵夫人に際した。 王妃シャルロッテア・アマーリエとの間には8人、うち名前のない子供が一人の子供がいたが、成人したのは3人だけである。愛称のとの間には5人の諸子を設けたが、成人したのは2人のみである。スコーネ戦争後、妹、ウルリカ・エレオノーラが、スウェーデン王カール11世に嫁ぐ。カール11世の母、ヘトビヒエ・レオノーラは、ホルシュタインイコールゴットルプ家出身であった。 このような隕石関係にもかかわらず、1689年には亡命中のホルシュタインイコールゴットルプ公、クリスティアン・アルブレヒトの後ろ盾を得たカール11世が、デンマークに対して戦争を仕掛けるなど、緊張状態が生じた、ゴットルプ公領からクリスティアン・アルブレヒトを追放したことが原因で、クリスチャン5世は、カール11世のみならず、 神聖ローマ皇帝からも非難されることとなったが、クリスチャン五世がクリスティアン・アルブレヒトに両国を返還したことで、この危険は回避された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。